ヒュッ。これ2個入ったの？2個少ないな、そしたら全然。何が？これに入れとるんだけど、これ大きなもんに入れとるの。いやいや、大きなの入れるんだけど、それは大きなんだ、たくさん入れるけん、大きなの入れるんだって。30分以内限定で6000個入って。同じという説があり、この旗はハタハタとる。続いて四国に出ている中華です。強風注意報が愛媛県南予と徳島県高知県沿岸部を南予と強風注意報、それ言われんだろ、一緒に見よう、気分かる。乾燥注意報が高知県西部に出ています。では今日の天気です。太平洋側ではよく晴れるところが多いでしょう。瀬戸内側の晴れ間はありますが、愛媛県の道路東部や徳島県北部三好地域などでは朝まで雨や雪の降るところがありそうです。今日の最高気温です。松山、高松、徳島13度、高知15度の予想です。日中は日差しが届く分、昨日よりも暖かく感じられそうです。波と風の予想です。波は瀬戸内側50センチから1メートル50センチ、太平洋側は1メートルから高いところ2メートル50センチの予想です。風は西寄りや北寄りで、沿岸部を中心にやや強まる見込みです。今日の天気の通過は愛媛県と神奈川県です。愛媛県の南部ではよく晴れそうです。瀬戸内側の晴れ間はありますが、愛媛県の東部東部や香川県では時々雲が広がるでしょう。続いて徳島県と高知県です。徳島県南部、高知県ではよく晴れる見込みです。徳島県北部も晴れますが、西地区などではお昼頃まで雲が広がりやすく、雨や気に降るところもあるでしょう。周辺各地の天気です。日本海側は午前中まで雨や落ち、まだあるなりそうです。四国各地、明日からの天気です。この先は天気の大きな崩れはなく、日差しが期待できそうです。気温は土曜日まで平年より高く、3月頃の暖かさが続く見通しです。それではでした。ゆうべトイレ行きそうになった。ゆうべが何、ゆうべ何、トイレ行きそうになったって。なんじゃ、まだ1時32分新規やのーと思って、そっからラジオを聞いて、最有名だいらんで、あ、そうか、あそこがあれは、どうなの、あの人も
きな肉やな。どれか電柱が室内の奥の建物に直撃してますね。ぶつかってさらにその電柱が滝の部分折れています。電線に引っ張られるような形で建物の1階部分も潰れてしまっています。この電線が引っ張られてボード標識も斜めになっていますし、右側の住宅はもう道路に滑り落ちてますので、広がっていたのはお正月とは思えない悲惨な光景。昨日めざまし8の取材班が入ったのは地震によって甚大な被害が出た石川県珠洲市です。道路の真ん中にあるのはマンホールですね。1メートル以上マンホールが隆起してしまっています。で建物が倒壊、懸命な救助活動が行われていました。崩れた建物の下敷きになっている人がいないか捜索が続く中、間取りを説明している親子が。崩れ落ちた家の中に家族が取り残されているようです。一緒にいたんですけど、私は長島に行ってお父さんは今に行って、1回目の時はパッと出たみたいなんですけど、すぐ2回目来たので私はもう水ちゃんと長島の間に挟まれて一時動くなかったんですけど、お父さんお父さんって言うんだけど返事がなかったんですよ。私もしばらくこうしてたけど、津波が来たみたいで座ってたらお尻が濡れたんで慌ててなんとか出まして出たんですけども、もう少しでしたね。私も久しぶりに帰省していた息子もその時家の中にいたそうです。折り返しになっていて、ちょうど上空帯とかに行ったところで地震にありまして、この状況からの張り出すの形で、そういうことですね。そこからベランダに乗って、扉開けて、部屋を取って、そこの電話とかで出ていく、どんどん出てきたりしてて、母親の声聞こえてたんですけども、私の声聞こえなくなって、たぶん、前方してたんですけど、ちょっと判断がつかなくて、避難して、ちょっと中に、命を入れて、ちょっと待って、打ち上げないんですけど、一緒に避難したんです。で、うちもって、出てきたらこして、この学校の父と母で合流に来て、シンクロしたら状況です。本当に、視聴者には申し訳ないですけど、本当に正直。自分の命を守ることを優先せざるを得なかったところ、その後、倒壊した家から出ることができた母親と、避難所で再会できたといいます。しかし地震から2日経っても父親は見つかっていません。近所の人も心配し声をかけてくれます。私助けてほしいと言うんですけど、全然殺しなかった。だから、一気に下に持ったんじゃないかなと思うんですよ。なんで、次の日も来たら持ってくることになってたし。完全に倒壊してしまった自宅。消防によれば、人の力だけでは困難なため、重機がないと難しいと言います。
被害はこの町だけではありません。まるまる一軒倒れちゃってますね。完全に横倒しになった。捜索中の生存率が低下するとされる72時間の壁が迫っていました。私たちには使命がある。アイデアと技術に磨きをかけて、こいら店が食べるようなとこ、うん、どういうこと？歯が痛らしい。何でしよるの？被災者は何とかなんだろう。1月1日午後5時10分、石川県能登地方で発生した地震。正月を楽しむ人たちを襲った地震は最大震度4を観測。さらに日本海側の広い範囲で津波が発生。石川県輪島市では1メートル20センチ以上の津波が観測されました。これまでに石川県内では73人の死亡を確認。
倉庫の倒壊などによる行方不明者も多数おり、県は昨日安否不明者15人の情報を初めて公開しています。昨日めざまし8取材班が向かったのは石川県の中でも震源に近く大きな被害を受けた輪島市。市の中心部で目に入ったのは横倒しになったビルです。7階建ての大きなビルが倒れ、隣にあった建物が押しつぶされた状態、女性が一人取り残されているというのです。昨日は朝から救助作業が行われていました。近くではその様子をじっと見守る家族の姿。それなんだろうね。今から、前日向かいってあんた飲んだ？まず手前の家、そしてさらには白の家が完全に傾いて、家の底が見えてしまっています。さらに住宅が地震
最大震度7を観測した志賀町から離れた地域で多くの家屋が倒壊。強い余震の影響で道路などの損壊も続いているという。また津波による被害も甚大だ。津波市の海岸沿いに来ています。こちらの場所ではおとといの地震の際、津波が押し寄せまして、あちらにあります防波堤を、決壊させました。そしてその波がこの場所まで到達をしまして、こちらにあります、市内で一番大きなショッピングセンターに、押し寄せました。今回の地震による石川県全体での死者は78人に上っている。そして未だ救助の手が届いていない場所も。思わぬ2階に水を見せたら、一番下にあったら、下の発表が全部ガシャンと落ちてみたら、まあ、重機ないと出され、消防にも認めるけど、何十番回ってる。地震発生時、1階にいた男性の妻が、崩れた家屋の下敷きになり、救助を待っている状況だという。子供もなく、だから妻と2人だけだと、ひどつらい。57年間2人だけで会うとさ。現在孤立している集落は輪島市、珠洲市など合わせて5つの市と町で確認されていて、750人以上に影響が出ているという。さらにライフラインへの影響も深刻で、被災者を苦しめている。厚生労働省によると、石川県内では少なくとも9万5千戸が断水。また、北陸電力によると、輪島市や珠洲市などでおよそ3万戸が停電しているという。そんな中、羽咋市にある公民館では、市民の方がここに来て、この公民館にあるお水を自宅から持ってきたペットボトルに入れて、これ美味しいわ、味染み込んで。今朝はなおな。から来た給水車などから市民が生活用水を持ち帰る様子が見られた。各地に甚大な被害をもたらした今回の地震、広範囲に影響を及ぼしたそのメカニズムとは。50代、60代の皆さん、2000円以下で憧れのブライトリング始めませんか？それが自宅で簡単ホワイトリング歯磨き中断。2000円以下なら絶対試した方がいいと思います。自宅で自分でホワイトリングができる時代が来たんだなって思います。その秘密が、茶渋を取ることで重宝されてきた卵の殻。実際に茶渋で汚れた水筒に入れて試してみると、ご覧ください、これが卵の力。キュラは卵以外の全くアポタイトを配合、歯磨きを変えるだけで、ご覧ください、この違い。全くアポタイトがステイン汚れにアプローチ、しかも使うたび歯をコーティング、輝く健やかな歯をキープ。2000円以下で自宅でホワイトリングができちゃう。お値段もお手軽さ、簡単に毎日できる。絶対試した方がいいと思います。さらにこちらの女性もこの通り、ホワイトリングにこんな方法があったんだって思いました。見られた瞬間、あれってキラーがすごいと思います。めちゃくちゃ売れてるんですよね。すごい。わずか1年で累計販売数100万本の突破。お電話1本自宅に届いて簡単ホワイトニングキュラ、通常価格4180円のところ初回限定半額以下の1995円。このチャンスお見逃しなく。お申し込みは0120-881-250-881-0 これ歯磨くんとこ、いいとこ、お得
何のこれ、これ工程意外と簡単今のハムヤコあ、ほんと私、数万円の借り入れを繰り返しただけだからどうせ戻ってこないだろうし、面倒かなってでも実際は電話して、あとは任せきりでした手数料を引いても20万円以上含まれました誰にも知られず、すごい電話もなく、安心でしたこの CM を見た方は、無料の確認ダイヤル0120-10-10-10 であなたが受け取れるかご確認をスタジオには地震や津波に詳しい東海大学そして静岡県立大学の客員教授長尾俊也虚偽情報に惑わされないように、SNS も活用して呼びかけて参らなければならないと思っていますまた主要な SNS 等のこのデジタルプラットフォーム事業者に対しまして利用規約を踏まえて適正な対応を取っていただくよう総務省を通じて要請を行っているところでもあります。ぜひ協力をお願いしなければと思います。よう、多分90歳だよな。以上、この災害対策の SNS の活用については、これ大根酸っぱいんじゃない、今。総務省と官省が食べた改めて、この今回、感じています。国政府の取り組みを適時に情報発信できる、あるいは現地の詳細な情報を把握できる、こういった長所は、せっかくこうやって来てくれると、あの大きいのはよっかあのじゃん、どうしようと思って。不正確な情報が紛れている可能性が、こういった短所を通じても十分に理解する必要がある。伝統があるだって、大根の大きさとは伝統がある。こういった特徴を上がらなくなったことと思うので適切に災害対策における大きさではいかんよと大きな子できたら限度があるって文句言われてこのように、この問題意識として感じているところです。以上です。それではその次の方 では大川さん。フリーランスの大川工業の大川豊と申します。連日の能登半島の地震の舞台をお疲れ様でございます。総理に質問させていただきます。今回の地震でですね、約知的障害の方が石川県においてはですね、9520名の方がいらっしゃっています。で私はあの、東日本大震災熊本地震の現場に来まして、知的障害の皆さんがどうしても、状況がわからないので声を発してしまう、ルーティンが変わってしまうので暴れてしまう、そういった現象が起きております。知的障害の皆さんの、避難者としての、ご支援の方法を教えていただければありがたいです。よろしくお願いします。はい、ご指摘のように、障害者の方ですとか高齢者の方が、この厳しい状況に置かれている、まさにこの命の危機につながる、こうした厳しい状況にある、こうしたこの指摘を受けて、政府としても真剣に取り組まなければならないと、考えて、対応を行っております。久々に強い、栗生副長官をチーム長とする令和6年、能登半島地震被災者生活なりあい再建支援チーム、これを開催しているところですが、それと合わせてこの、水や食料、燃料、発電機など、プッシュ型の、物資支援に全力で取り組むところに、この DMAT の活動等により、あそこに持って行こうと思ったって、これにはそういうところで、透析が必要な患者の方、転院が必要な患者の方、こういった方々に対しても、自衛隊等の協力で搬送する取り組み、こういった取り組みを進めているというところです。物流の改善ということについても、先ほど申し上げたように、本日14時から大型車の通行が可能となるなど、状況の改善に努めてきているというところであり、引き続き、政府一体となって、
現地対策本部、あるいは被災自治体に派遣したリゾ、リエゾンが、この避難所を回る自衛隊、そして避難所で相談対応を受けている警察、こうしたこの関係者とも連携をしながら、この被災者に寄り添い、できることは何でもする、こうした覚悟で対策を検討していきたいと思います。ご指摘の知的障害者の方々についても、今言った障害者や高齢者の方々への対応の中で、しっかりと対応を考えていきたいと思います。それでは大変恐縮ですけれども、この後も地震関係の公務がございますので、あと2問とさせていただきます。参加者にお願いします。産経新聞の千葉と申します。よろしくお願いします。今回の地震に対して各国から支援の申し出が出ているかと思うんですけれども、台湾においては日本側のニーズがなかったということで、救援隊の派遣待機を解除したというような報道も出ております。そもそもニーズがあるのかどうかということですとか、受け入れが可能な状況であるのかということも含めてですね、各国の支援の申し出に対する対応の方針についてお聞かせください。はい、各国からの支援の申し出についてですが、地震発生直後から現時点まで、米国、その他の G7 諸国、中国や台湾を含め、世界各地の数十の国、地域や団体、個人から多数のお見舞いのメッセージ、また支援の申し出、これを受けています。まずこうした申し出には心から感謝申し上げたいと思います。そして現在この我が国政府を挙げて人命救助や被災地の支援に全力で取り組んでいる。よそ見しろ、言ったらよそ見しろ、目だけこっついて手をあれしろ。支援の申し出についてはその受け入れ体制構築のために要する作業やあるいは体制、また現地の状況、こういったことに鑑みて、この人的、物的支援については、一律に現時点では受け入れていないという状況になります。一方、今申し上げたような、その現地体制、あるいは負担を要しない、こういった支援については、ありがたくこれを受け入れることとしております。例えば台湾については義援金6000万円の寄贈が発表されています。関係機関間で関連の調整を行っているところであります。今申し上げた考え方に基づいて、各国の支援申し出に対応していきたいと思っております。それでは時事の時事通信で近いです。政治資金規正法の改正についてお伺いします。総理も先ほど必要ならば、通常国会に提出するということをおっしゃいましたけれども、現時点で具体的に総理としてどのような改正が必要とお考えでしょうか。はい、先ほど申し上げたように、これから本部としての議論を行いますので、確定的なことを申し上げることは控えますが、この今回の事態を受けて様々な指摘を受ける中で、政治資金の透明性を高める、こういったことについては必要なのではないか、こういった議論があります。透明性を高めるということで、先ほど、と申し上げたように、例えば政治資金パーティーにおけるこの現金の使用の禁止、振り込みに徹底するというようなこと、これは法律改正をしなくてもできることでありますが、それ以外において透明性を高めるということの中には法改正が必要になっていく、こういったこの課題もあるんだと認識をしております。よって透明性を高めるという議論の中で、ご指摘の政治資金規正法の改正というこの議論もあり得ると考えています。ただこうした政治資金